12月10日11日のアウェー松本市総合体育館での信州ブレイブウォリアーズとの対戦、今季初の交流戦を2勝で終え、現在12勝10敗で B2 東地区3位の茨城ロボッツ。今回のゴーゴーロボッツは前回に引き続きフォワード真庭城成選手とポイントガード河野誠二選手へのインタビュー、水戸市田谷町にあるカルチャー&セミナースペーススキルアからお送りします。インタビュー前半でオフの過ごし方を教えてくれた2人、最近特にハマっていることはあるのでしょうか。最近狩りに行くのがすごいハマってて。これやろこれやろ。すいません、こっちの方に一狩り行こうぜの方あとはラジオ、運転中のラジオですかね。ラジオといえば FM パルルン、 IBS 茨城っていう放送があるんですけど、いいんですよ。出たことあると。あ、 FM パルルンの方には、うん、出演させていただいたんですけど、はあはあはい、これもラジオはほとんど聞かんの。まあ、うるさいもんね、車ね、なんか爆音でさダメですよ、それは。一人カラオケねで、ヘッドホンで聞いてるじゃないですか、バスの中、はい、どついてやろうかなって何回も思うの。マジうるせえわみたいな。音漏れ、音漏れ半端ない。いやでも誰も何も言わんけ、みんな優しいからさ、言ってくるのは分からんけど、コミュニケーション取らんと。もうぐっさんブチ切れてましたからね、後ろで。本当にすまし、ジャイアンやんあだ名ジャイアンって言うんですけど、マニーさん。それさ、勇気だけやろ勇気、明日謝っとこう。謝ってもいいですよ、マジで、うん、最近じゃないですけど、全然昔からもう映画がとりあえず大好きで、自分が好きな DVD はもう何十回でも見るんですよ。でセリフ本当に覚えるレベル、あの映画見たっつって、あの終わりどう思うっていう話とかをすごいしたくなるタイプなんですよ。まあ、聞いてる方はうんざりですけど、ね、まあうんざりだろうねいやだから最初いや見てないって言われればまあ見てないかーみたいな。マーベル系はめっちゃ好きです。アベンジャーズシリーズとか、うん、面白いですね。あと DC コミックスってあるんですよ。バットマンとかスーパーマンとか DC コミックス、そこの違いとかも僕はもうめっちゃ調べるんですけど、アベンジャーズにスパイダーマンついに出てきたみたいな。でアントマンも出てきたの、アントマン。わかる？カットですかね大好きな映画トークが止まらない真庭選手ですが、ここで新コーナー、フリップトーク。選手同士、普段は言いづらいことやイラストなどフリップに書いて答えていただきます。第1問、お互いの第一印象は、はい、マリオの敵クリボーやーんクリクリ、あー、そういう感じ、そういう感じ思った、クリボーはい、かなりイケメンやな。もう最初見た瞬間から、あ、すごい綺麗やなみたいな。生き方が、生き方じゃない、顔だけ失礼や先輩やぞ。第2問、チームメイトでギャップがある人は。いや俺もそうなんだよな。まあまあそうよね、うん、一番ギャップあるもんね。ギャップがある方、ヒロさんです。一緒です。エグザイルじゃなくてロボット。いいよ、いちいちわかるわ最初ヒロさん見た時はもう本当、まあ危ない人だなって、顔と体格といい、やばい人いるなって思ってたんですけど、ここ最近分かったことがあって、ヒロさんは、欲しがってます。結構いじったりするんですよ、対先輩を。嬉しがるんですよ
最初のイメージと全く違うな。こうなんで照れ隠し風よね。うるせえよ。うるせえよ。嫌いじゃねえぞ。って言いながらめっちゃ笑顔みたいな。嬉しそうだ。そう。第3問。ホームタウン水戸市のマスコットキャラクター、水戸ちゃんを描いてください。絵が得意なんだやっぱ。それはもう完璧でしょ。難しいなぁ。間違えた。やべ、俺もでも結構間違えとるな、これ。言っときますけど、僕あの中学校の時にあの絵で表彰をもらってるんですよ。表彰されてるんで。自分であげてきたね。いいですか。はい、じゃあ僕が描いたミトちゃんです。おもう初めてやるよ。でもあの絵うまいけど全然違う。見せてみ、見せてみ。俺のミトちゃんやばいよ。見せて。うわ、もうひどい。これはやばいよ。ここがミトナットだよね。やばいじゃんもう。目、目いっちゃってるじゃんもう。ええってなってるじゃないか。ミトちゃんって書いとけ。うわ、似てる。いや、ほら。あー。そう、ほら。髪の毛のほら。髪の毛俺の方が全然ぽいやん。さて、どっちが上手だったかは視聴者の皆さんのツイッターによる投票で決めたいと思います。ぜひハッシュタグ茨城ロボッツで投票してください。ここでおなじみの選手紹介コーナー、ロボッツを除け一問一答。今回はチームの司令塔河野誠二選手の挑戦です。37番河野誠二ガードです。ドリブル、パス、シュート。9歳です。展開が速い。バスケットボール選手です。犬、トイプードルです。釣り、コマ回し。駅周辺が栄えていて自然豊かなこと。お肉、寿司大好きです。納豆大使狙ってます。和牛食堂クロッパ D2 優勝。ちょいちょい被ったかな。お前か、なんか被らしてきたよね。いやちょっとね、考える時間を与えてくれない、これが。河野選手、ありがとうございました。答えが被ってしまったマニュア選手の一問一答は前回の番組をご覧ください。大学までバスケ続けて、で一旦やめてストリートボールをやってたんですけど、まあそのストリートボールをやってる時になんかあの海外によくその行ってそのプレーすることが多くて、やっぱそのバスケってその NBA みたいにそのエンターテインメントも含めてのものだっていう意識があったんで、まあなんか、まあ、そういうのを肌で感じて初めてプロになりたいと思って、あのプロのトライアウトを受けて、でそこからプロになったんです。よくあの僕宮崎出身なんですけど、県体育館とかであの地方から実業団の方が試合に来てるのを見て、まあいつか僕もこの舞台に立ちたいなっていうふうに。でプロっていうのは現実になってきたのがやっぱりあの高校生の頃に BJ リーグっていうのができて、でもうその時からあもうやりたいと、プロでやりたいというふうに、まあ、強く思うようになって、バスケでご飯が食べれるなんて小学生の頃は思ってもなかったし、ただあの舞台に立ちたいっていうのがもう
子供ながらの直線の思いでした。やっぱプロになりたいんであればやっぱプロの試合を見に行くことが一番大事かなと思います。プロは外国人選手がやっぱいるん でそれが今の大学にいる外国人選手もいるんですけどとはやっぱ次元が全然違うんですよね、まあ、なんでやっぱそこに早くなれる勉強する自分が好きな選手を見つけてその選手の真似をするとかすごいプレーが出たらそれを真似するとかそういうのが大事かなと思います。僕が小学生からプロになるまでの間にいろんな人に僕プロになりますっていうふうに話をしたらお前絶対無理だよちっちゃいしみたいな感じでいろんな人に言われ続けてきたんですよ。もう夢を目指す人に言いたいのはやっぱり諦めなければどこかでチャンスが来てそのチャンスをつかめることができるっていうのは常に言い続けたいんですけどあとはやっぱり人と の運だったり運を引き寄せるのはやっぱり自分自身だと思うんですよ。一番はやっぱり夢を叶えるためにはやっぱり諦めないことが一番かなというふうに思います。ブースターの皆さんご覧いただきありがとうございます。今シーズン B2 優勝そして来シーズン B1 昇格目指して頑張りますので引き続き応援のほどよろしくお願いします。ご覧いただいた皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。僕が思うのは、やっぱ最初のホーム開幕戦のあの熱量とあのやっぱ観客の数とブルーに染まったあの光景をやっぱもう一回見たいと思いますし B1 昇格っていうのは大前提にあるんですけどやっぱバスケで水戸を盛り上げたいっていうのはあるんでぜひ会場に来て僕たちは結果を出すために日々の練習から頑張りますんで会場に来て僕たちを応援してバスケで水戸を盛り上げましょう。よろしくお願いします。2人の画伯ぶりも知ることができ終始笑いの絶えないインタビューでした。マニワ選手、河野選手ありがとうございました。次回はジャーフローラー会選手と前田洋介選手へのインタビュー。以前も同じチームメイトだった2人のトークをお楽しみに。そして次のホーム戦は交流戦12月17日18日広島ドラゴンフライズとの対戦筑波カピオサイバーダインアリーナにて17日土曜日18日日曜日ともに14時試合開始。12月23日、24日は島根スサノオマジックとの対戦青柳公園市民体育館にて23日金曜日、24日土曜日ともに14時試合開始です。痛いからね